この一区のアクセサリーとおもちゃのところは結構にぎわってます。寂しい感じのところはね、寂しいんですけど、この一区のアクセサリーとおもちゃに関してはぼーっと歩いてるとね、なんか人にぶつかりそうなぐらい、割と人が多い時期です。